はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、海賊戦隊ゴーカイジャー未開封の限定レンジャーキーです。はい、いろんなパターンの限定アイテムレンジャーキーが家にいくつかありましたので、全部一気に開けましょう。多分この辺もジャングルとか駿河屋とかで買ってそのままだったやつな気がする。で、まずこのパープルのやつが任天堂 DS 用ソフト海賊戦隊ゴーカイジャー集めて変身35戦隊についてくる特製レンジャーキーで、これ単体では200円とか300円とかで売ってたんですよね、中古ショップで。で、モバイルやつにセットするとスペシャルな音声が聞けるぞってことで、限定アイテムだからちゃんとサウンドも特別なやつと。で、この白黒が Wii U ソフトスーパー戦隊バトルレンジャークロス特製レンジャーキー。てか全部豪快レッドだから、これ混ぜると分かんなくなりそうだから気をつけなきゃ。このフルカラーはなんだ、豪快じゃあ限定版レンジャーキー主題歌シングル限定版についてくるアイテムだ。え、でも CD 入ってなさそうだけど。コロンビア特製音声が聞けるぞ。なかなかいい感じ。あ、でもなんかちょっと一瞬ブルーが猫耳かと思った。そしてこの赤いやつがゴーカイジャーと遊ぼう雑誌系か特別バージョンでございます。じゃあそれぞれ開けていきましょう。レジェンドモバイルやつとモバイルやつの2種類で読み込んでみますが、あ、やっぱ普通のいつものゴーカイレッドだからデラックス基準ですね。シールもここのみで、それ以外は塗装ですね。ちょっとこれはパッケージとセットにしておきましょう。色とかが変わるわけではありませんもんね。で、Wii U のやつも同じレッドのデラックス基準のものが入ってて、コロンビア、てか主題歌 CD か。主題歌 CD のやつも小窓から普通のデラックスの豪快レッドが見えておりましたから、これも置いといて、色が全部一緒なんだな。ちょっとは成形色とか変えてきたりするかなと思ったけど、そんなことはない。これが豪快ジャーと遊ぼうバージョンのレンジャーキーで、混ざったら絶対わかんなくなるやつですね。特にマークとかも変わってませんもんね。じゃあまずは普通のモバイルやつで、任天堂 DS ソフト限定バージョン。スペシャルレンジャーキー。あ、これだ。君もゴーカイジャーだ。行くぜ。これが鳴るんだ。ちゃんと専用音ですよね。これまで聞いたことない気がする。まさかのゴーバスターズ。え、誤作動じゃない？特命戦隊ゴーバスター君の応援よろしくっていう風に流れた。ってことは調べるモードで、このレンジャーキーは特別なアイテムだ。あ、でも特別なアイテムだか。なんか変わった風にサウンド流れますね。では次、 Wii U ソフトスーパー戦隊バトルレンジャークロス特製レンジャーキー。スペシャルレンジャーキー、ヤッホー。ここは変わんないですね。ゴーカイジャーゲームにも登場。あー、専用サウンドだ。ゴーカイジャーゲームにも登場。ゴーカイジャーゲームにも登場。で、レジェンド版だと、スペシャルレンジャーキー、ヤッホー。このレンジャーキーは特別なアイテムだ。あ、共通音か。さっきみたいに誤作動なんないね。このレンジャーキーは特別なアイテムだ。あ、調べるモードでもそうか。そして次は主題歌 CD バージョン。ゴーカイジャー。普通にゴーカイジャーだ。海賊戦隊ゴーカイジャ
あれ？コロンビア特製音声ってどれ？普通に海賊戦隊ゴーカイジャーだから特に変わってないですよね。特製音声が聞けるって書いてあるんだけどな。ゴーカイジャー、はい、普通に変身音から海賊戦隊ゴーカイジャー派手に行くぜ、派手に行くぜだから普通だけど、もしかしてあれ、これ中古で買ってさ入れ替えられちゃってる感あるんじゃない？普通のレンジャーキーな気がする。ただの限定版じゃなくって、手放す方も見た目わかんなくてこれじゃないって言って入れちゃったみたいな、そんな気がする。ちょっとこれ気になるな。これは間違ったレンジャーキーが入ってたんじゃないかな。ああ、ぽいぽい、ゴーカイジャーと遊ぼう。雑誌付録っぽいね。わあ、何そのサウンド。ああ、まだ知らないサウンド鳴るな。って感じで、ちゃんと限定音声それぞれなりましたので、同じ豪快レッドでもほんとサウンドが多彩というか、すごいよね。いやー、収録音声多すぎ。そしてコロンビア音声したかったけど、普通のレンジャーキーが入ってました。これちょっと残念な感じでしたね。ということで、ゴーカイジャー放送当時に発売した様々な限定レンジャーキーの音声確認動画でした。